開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で開拓をしながら暮らしております。今ですね、毎日オムレツを作っております。なぜかというとですね、今ニワトリを、ね、育てて卵を販売するっていう事業をねちょっとずつ広げているんですけど、まあこう鶏舎を建てて鶏を飼えるような、ね、設備を整えるのも一苦労したんですけど、今度は、ね、卵を生産できるようになったら今度は売るっていうことがまあまあやっぱり大変ですよね。簡単じゃないということでね、結構ねうちに在庫がありまして、まあでも僕ね卵好きでね、毎日でも全然うちの三男坊なんで3食オムライス食べてもまだ食べたいって言ってね、全然問題ないやつ美味しく食べてるんですけど、昔からね僕なんてすごい偏食でね、牛乳と卵とご飯しか食べなかったってよく親戚の子に人たちに言われるくらい卵が好きで、鶏肉も大好きで、そんなこんなでね毎日卵でやっぱりねこう食にねこう脱サラして農業にこうチャレンジしてね、こう食卓物を作るってことに携わるようになってからね、こう料理をする人とかもね知り合いが増えてきてですね、すぐ人にね感化されてね、あかっこいい、俺も美味しい料理作れるようになりたいなんてね単純に思っちゃうんですよね。だけどやったらやっぱり難しいね、奥が深い料理でオムライスがなかなか上手にできない現状でね。本当はまだやるべき、こうなったらより良いなってことは、たくさん分かっていながらできないんですけど、まずまず今の現状をね正直うまくできないんですけど、このうまくできないとこからこうステップアップしていく姿を見てもらいたいなと、向上していくところを見てもらいたいなと思って動画を撮ります。いまいち。おいしい。アウトサイダーズキッチンサンタのところ。まずは、昨日の直売所で売り残った、卵を使いますよ。一つ三個作ろう。三個のやつでいいかな。でね、今ねいろいろ試行錯誤して。別のフライパンを2つなんか使い比べてるって感じで、まあ、まずね料理 やってる方からフライパンを焼き直せ、もう汚れを徹底的に取れというふうに言われて、まだやってないのでね、これ動画終わったらその動画をフライパンを焼くっていう動画を撮ろうと思ってるんですけど、それはまた次として、で24センチの鉄のフライパンと、これ20センチかな21センチかな、これはねリサイクルショップで買ったというかもらったというかねもらいもんです。これはね、僕の親父が昔買ったドイツのねなんか厚い鉄のいいやつなんですよ。今断捨離しててね、こう捨てようかなってこう使わないからね、なかなかこのサイズの、でもちょっともう一回日の目を、物もいいもんなんでね使い比べています。卵でしょ、そしてまあとりあえずオムレツ、いくつく先目標はオムライスなんだけど、まあまずは卵をきれいに中が半熟で切ったらペロンって剥けるようなのが目標なんですよ。それを目標に現状でどのくらいこの目標に近づい、こう底辺ですよね、スタートライン、僕のスタートライン、オムレツ修行の、オムライス修行のスタートラインをちょっと見てもらえますか。サンタのところ、倉庫にね自分のキッチン作ってやってんですけど、もう水道が凍ってねこうなかなか回らないんですけど、今日は頑張ってやりますよ。こう卵がね新鮮すぎて白身と黄身がうまく混ざらないっていうのがね、こう卵の鮮度についてもちょっと考察する動画を撮りたいななんて
思って企画だけしてます。こう料理人の方からね、料理人の方からこう卵2週間過ぎないと旨味が乗ってこないと、生まれてからねっていう話を聞いたんでね、今度こう日付別に並べて食べ比べてみようという企画ばっかりだな。よし、よし、まずは1個ね、こっちのキャノーラ油は凍らないんだな。あのオリーブオイルは凍って使えなくなっちゃった。まずはフライパン温めるしよう。どうでしょうか。まだだね。もうちょいだね。いい感じになってきた。もう一回回すか。ここくっついちゃうんだよね。ここが多分だから汚れとか、それとも早いのかな。こう1分火を止めておくっていう動画もあるんだよな。フライ返しが テフロンじゃなくて、なんかゴムのフライ返し使った方がいいって。全然シワシワだもんね。ここら辺が多分こう油が染みてないってことだよね、きっと。でなんかトントンやるんだよね。つうか、回っていかない。こう回す、全然回せないから、最近こう我流でこう反対側にこうして、でももう焦げ色がついちゃってるから、あれだよね、美しくないよね。これ焦げて、手で叩くんじゃなくてフライパンを揚げるんだって言ってたけど、できないね。ひとまずこんなもん。よいしょ。よいしょ。
鉄のフライパンで一発目こんなもんです。次はこっちでやってみますか。このフライパンはさっきのよりもさらに見るからにこうちょっと焼き直した方がいいなっていう感じのするフライパンですね。手入れだね、道具の手入れだね。かき混ぜ方もあんまりこう空気入れないような風なこと言われたな。よいしょ。入れすぎ？ね、これドイツの職人が手作りしたというちょっと厚めのフライパン、この後手入れして育てていきたいな。取れてるかな？いいね。こっちの方がなんかでもいいような気がするんだよな。あっちをケチャップライス用にして、さっきの24センチをね。やっぱりこれもここがきっちりできてフライパンにつくというか、ね、でもちょっと3つにしてはフライパンが小さすぎるのかな。わかんねえ、こんな感じ。でもこうパッと見だとやっぱ2回目よりも1回目の方が美しいね。でまず今日はケチャップライスじゃなくてね、余ってる1回目の方がやっぱいいね。よいしょ。さあ隣町の日記町でね、あのトマトケチャップこうスパイスが結構効いた おいしいケチャップ、こうね、ここ切ったらトローンと落ちるようなのね作りたいんだけどね。まあでも中外側が固まってね、中は半熟。こっちはもう うまさでって見た目は悪いけど、うまいのこっちじゃないかなと思うんだよな。よし、試食しますか。見た目悪いね。見た目までいけないね。よいしょ。よいしょ。
立ち食いでなんですが、まず1回目に作った24センチのフライパン、まあね、皮は外がちゃんと焼けて中が半熟なんで、味そのものはねいいなと思うんですけど、2回目は2回目の方が見た目は悪いけど半熟のとろー具合がよりとろーで、より見た目は悪いけど2回目の方が美味しさは美味しいな。これがきちんとねお団子のように丸くしてね、こう切ったらベロンってなるようなのを目指してます。中身ちゃんコメント待ってますよ。開拓田舎暮らし伊藤サンタです。サンタのところでは目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬、無肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。